クアラルンプール連邦直轄領。通称クアラルンプールは、マレーシアの首都。同国の連邦直轄領の一つ。マレー半島南部の丘陵地帯にある。東南アジア有数の世界都市に数えられる。一般的に、キロリットルと略して称される。漢字表記は吉高派。クアラルンプールはマレーシア語で、泥が合流する場所という意味があり、市中心部にある代表的なモスク。 ジャメモスクの付近でゴンバック川とクラン川が合流していることが元になっている。正式には連邦領クアラルンプールと称し、中国語ではヨシタカ派と記される。他民族が平和的に共存するマレーシアの首都らしく、多彩な文化が混ざり合ったことが醸し出す、賑やかな雰囲気が特徴である。近年は高速道路や市内鉄道、モノレールなどのインフラ開発が進み、 豊かな緑の中に高層ビルが立ち並ぶ東南アジア有数の近代都市となった。また、東南アジアの大都市には珍しく、市街地が清潔で治安がいいことも特徴である。アメリカのシンクタンクが2017年に発表した総合的な世界都市ランキングにおいて世界49位の都市と評価された。東南アジアではシンガポール、バンコクに次ぐ3位である。また、 日本の民間研究所が2016年に発表した世界の都市総合力ランキングでは世界32位と評価されており東南アジアではシンガポールに次ぐ2位である連邦政府機能を市東南郊外の新療生都市プトラジャヤへ移す計画が進行中クアラルンプールの衛星画像面積243.6平方キロメートル典型的な熱帯雨林気候で年間を通して 降水量が多いとこ夏の気候である。4月前後と11月前後が特に降水量が多いが、主に夕立として降り、終日降る日は多くない。マルチメディアスーパーコリドーマハティールビン・モハマドゼン、首相の指導の下で、クアラルンプール南部周辺に建設された最新の IT インフラが整備された総合開発地域がマルチメディアスーパーコリドーである。 その中核となるのは、サイバージャヤと呼ばれる、ハイテク工業団地と、新行政都市、プトラジャヤ、クアラルンプール国際空港等で、海一マレーシア GP が行われるセパンサーキットも、この地域内にある。クアラルンプールの名前の由来となった、クラン川とゴンバック側の合流点。白いドーム状の建物は、マスジットジャメ。クアラルンプールは、清からの移民者によって、 鈴の採掘拠点として1857年に開発された。彼らはクラン川とゴンバック側の合流点に落ち着き、そこをクアラルンプール、すなわち泥が合流する場所と呼んだ。日本軍による制圧国家記念碑は第二次世界大戦中の日本による占領支配とその後のマラヤ危機の戦いの犠牲者を慰霊する。 第二次世界大戦中の1942年1月にマレー一帯を支配するイギリス軍が日本軍によって制圧されるクアラルンプールの戦いによってクアラルンプールは日本の統治下に入ったが1945年8月の終戦によって再びイギリス統治になったクアラルンプールに連邦行政機関が点在しまた市内が 慢性的な交通渋滞に見舞われており、市内は特に悪化の傾向にある。このため政府は、行政機能の非効率性を解決するために、マルチメディアスーパーコリドー計画の一環として、クアラルンプール郊外のプトラジャヤに IT を基盤とした、行政都市を建設し、連邦政府機能を移転する計画を決定した。プトラジャヤの開発は1995年に着手された。 1999年に首相オフィスと首相府の移転が行われ、2000年以降各省の移転が順次始まる。計画では国防省、連邦議会など一部を除くほとんどの連邦政府機能が2010年までに移転する予定。しかし2011年諸島も計画は継続中。なお、連邦政府の移転が完了した後も、マレーシアの首都はクアラルンプールのまま。 マラヤ大学クアラルンプール日本人学校空港クアラルンプール国際空港クアラルンプールの空の玄関であるクアラルンプール国際空港は中心市街地の南5 0トルの熱帯雨林の中に位置している同空港からは日本の東京や大阪北海道へ直行便が運航されているほか各地の空港とのチャーター便が運航されることも多い日本のほか アジア地域では、香港、バンコク、シンガポール、ベトナムなどへの直行便が運行されており、マレーシア航空や日本航空といった航空会社に加え、エアアジアのような格安航空会社も就航している。空港とクアラルンプール市内を結ぶ交通手段としては、クレアエクスプレスとクレアトランジットがあり、市内のキロリットルセントラル駅からクアラルンプール国際空港駅までを、 ノンストップで28分間で結んでいる。駅構内には、マレー語、英語、日本語の案内看板が設置されている。QLCC ターミナルには、エアポートエクスプレスは乗り入れていなかったが、2014年5月のクレアに、開業に伴い、停車するようになった。その他、タクシーを利用することもできる。また、市の南西に位置するスバン空港からは一部の国内路線が出ている。 クアラルンプールセントラル駅は、東南アジア最大の鉄道駅である。市内の繁華街を通る、キロリットルモノレールクアラルンプール大都市圏内には、KTM コミューター、クレアエクスプレス、クレアトランジット、キロリットルモノレール、ラピドキロリットルの鉄道路線が整備されており、近年路線網が拡大している。英語とマレー語の表記があるため外国人でも、気軽に利用できる。 中心となる駅は、クアラルンプールセントラル駅で、KTM 各路線、KTM コミューター、キロリットルモノレール、ラピドキロリットル、クレアエクスプレス、クレアトランジットの発着駅となっている。明るく開放的な雰囲気で、案内板には日本語も併記されている。KTM コミューターの2路線が交わるマスジット、ジャム駅や、ペトロナスツインタワーの最寄り駅である、KLCC 駅も、 市内の主要駅である。市内ではバスの路線網やタクシーを使って安価な移動が可能である。バス運行会社ラビットキロリットルは市内電車やモノレールなども運行している。市外からクアラルンプールに発着する長距離バスの多くは2010年頃までチャイナタウンの近くにあるプドゥラヤバスターミナルに発着していた。2011年初頭には クアラルンプール郊外のバンダーテイシックセレトンに新たにバスターミナルが建設され、マラッカジョホールバルシンガポール向けなど、クアラルンプール以南方面発着便は、この新設されたバスターミナルを使用している。クアラルンプール国際空港方面も運行されている。クアラルンプールの夜景、KLCC 公園武器ビンタンチャイナタウン、国立モスクムルデカスクエアムルデカスクエア周辺には、 19世紀後半から20世紀初頭にかけて作られた歴史的、文化的な建物が集まっている。最寄り駅は、マスジットジャメ駅。クアラルンプールのパノラマベルジャヤタイムズ、スクウェア世界各国のホテルチェーンの高級ホテルが、市内の武器・ピンタンや、KLCC 周辺に集中するほか、ゴールデントライアングルと呼ばれる地域などに点在する。なお、 観光客とビジネス客誘致のために宿泊料金はアジアの主要都市の中でもかなり格安に抑えられているため観光客の支出が少ない都市の上位にランクされる例がある。高級ホテルは全館禁煙の例も少なくなく各国から訪れるイスラム教徒の宿泊客が多いため朝食などに豚肉を使わない配慮がされている。ありがとうございます。